前回までに根拠たくさん言いましたけど、ハンコックはムーランですよね。バーソロミュークマはプーさん。モリアがブギー。これもいくつか根拠出しましたけど、このキャラは影の支配者でもありますからね。あとヘラクレスに出てくる冥界の王ハデス。生死を司るのも一致だし、ヘラクレス見たことある人はわかると思うんですけど、見た目や話し方なども似てますね。クロコダイルがフック船長。ミホークが完全にドラキュラって話もしたし、あとドフラミンゴがスパイダーマン。目が同じで糸を操りますからね。移動の仕方も同じ。黒ひげがデイビー・ジョーンズなど、いろいろ紹介しました。だから何とか言われるんだろうけど、面白くないですか？バギーのモデル誰かわかる人いますか？いたらコメント欄に書いておいてください。バギーの話は別の回でがっつりします。で、今回話したいのがこちらの方、マイケル・ジャクソン。リョウがね、イカれてるんで、この令和の時代にマイケル・ジャクソンのライブとか見たりするんですよ。深夜4時とかに一人で。覇王色の覇気ってマイケル・ジャクソンから撮ってそうとか言い出して、実際に私もライブの映像を見たんですけど、マイケルが立ってるだけなのに観客がバタバタ倒れていく様が覇王色の覇気そのもの。マイケル・ジャクソンは世界中でなんて呼ばれてたか知ってますか？キング・オブ・ポップ。キング・オブ・ポップですよ。覇王色はここから来てるんじゃないでしょうか。人がバタバタ倒れていくのは本当にそっくりだから見てほしいです。他にもスリラーって曲のミュージックビデオやライブ見たんですけど、こういうやつ。世界観がスリラーバークすぎ。スリラーバークのスリラーはここから来てるんじゃないでしょうか。ブルックの立ち方とかも。作中でジャンゴはムーンウォークしちゃってたし、まずポーズがマイケル・ジャクソンだし、ジャンゴはダンスの達人って設定だし、まだまだあります。6式のゲッポ。ゲッポってムーンウォークや。そしておそらくコーディ・ジョーンズもマイケル・ジャクソンなんですよね。色白、唇も同じ、髪型、前髪も同じ。このキャラ最後は薬の過剰摂取で自滅します。マイケル・ジャクソンさんが亡くなった時にもそんな噂が飛び交いました。薬の過剰摂取。 BS エネルギーステロイド。ちょっと難しい話になっちゃうんですけど、マイケル・ジャクソンさんは亡くなる前というか活動がしにくくなる前に強烈な曲をいくつか出してました。例えばブラック・オア・ホワイトとかね、黒人・白人という人種に関して言及している曲。魚人島も人種差別のお話でしたよね。そして今回注目したのが大人気曲のアースソング。なかなか強烈な曲で、一言で言えば人間がどれだけ卑劣な生物か、人間批判的な曲なんですよね。地球は泣いていて、人間が他の生物にどれだけひどいことをしてるか分かっているのかっていう曲。コーディが掲げているものにすごく近い。この薬 ES ってアースソングのことなのでは。なんで真偽は小田先生にしかわからないですけどね。ちなみにホーディ・ジョーンズのジョーンズはジョーズかもしれないですね。ホーディが出てきた時、扉絵にいるサメがもう、サメにもたくさんの種類がいますが、ジョーズはホウジロザメ、ホーディ・ジョーンズもホウジロザメの魚人です。とにかく作中至る所でマイケル・ジャクソンが登場していたので、マイケルは小田先生のお気に入りなんでしょう。新世界編でのルフィの一番最初の敵に持ってきたのも納得です。海賊王のオール・ジャクソン号、ジャクソンもマイケル・ジャクソンからなんじゃないですか。小田先生は深すぎる。ごめんなさいね、今回は社会の授業みたいになっちゃって、重くて小難しい話になっちゃったので、続きは明日。